そして10人ずつ1列に並び、28メートル先の的に狙いを定め、1人2本ずつ弓を放ちました。弓道は体を鍛えるスポーツ的な要素に加え、自分の心と向き合い精神面を磨く人間形成の武道と言われています。その歴史は古く、設立60周年を迎えた県弓道連盟によりますと、現在高校生から一般までおよそ2600人が弓道を親しみ、県内にある37の道場で日々稽古に励んでいるということです。緊張感が漂う静まり返った会場では、参加者が1年の上達への願いを込めて、はい、集中して矢を放っていました。京都府で行われた全国都道府県対抗女子駅伝の結果です。群馬は去年12月の全国高校駅伝で7位に入賞した時盤高校のメンバーを中心に臨みました。前回の大会13位と今大会も上位進出となりましたが、結果は25位となりました。県高校女子サッカー新人戦の準々決勝が今日行われ、ベスト4まで揃いました。新人大会準々決勝の結果、前橋育英、太田女子、県大高崎、太田商業の試合の試合さこら大田市運動公園で行われるデリバンはいデリバンさあよく撮るのね